背景白、うん、あれかも、黒い服着てるからか飛んじゃってんね。バラありがとうございます。まあ顔が見えてればいいでしょう。30分、そう、次は日曜日にあるおしゃべり会は、でその日は朝から1日あるので、たくさん部があるので、いっぱい今日よりかはいっぱい話せるので楽しみですね。今日は1部と2部であれだったので、そう、日曜日はもっと部があるのでたくさんお話できるかなって思います。日曜日参加します。お、たくさんいますね、ありがとうございます。そう、日曜日は一部がパジャマで、それ以降はあのシャーベットピンクのお洋服を着ようかなって考え中です。まあ、決まってるんですけどね、ですけど、そう思って、うん、まあ来月かなって思います、その新しいやつ。うん、来月に回そうかなって思います。MV の服、 MV の服どうしようって思ったんですけど、私がね、うん、タイミングを逃しましたね。うん、そう、結構涼しい感じなので、そう、ちょっとタイミングを逃しましたね。まあでもショールームとかでも着れたから、まあいいかなって思います。はい、来たから、皆さんもきっと、皆さんならもっとすぐ慣れますよ。電波が不安すぎ、そうよね、なんかね、そうだよね、電波ね、そのやっぱりそのお家によってなんだろうな、あるのかな。どうもありがとうございます。こんばんは、こんばんは。事前予約しなくて参加できない、え、そうなの、え、それってさ、うん、それってどうなんだろう。それは言った方がいいのかな。え、それは待って、めっちゃかわいそうなんだけど。そうなの。でも待って、そういうなんか機械系のことは多分私わからないから、多分そうね、お問い合わせとか、そうね、した方がいいのかもしれない、もったいないし。うん、 Wi-Fi はね、どうなんだろう、え、わかんないな、 Wi-Fi どうなんだろうな。うん、なんかさ、でも電波ってさ、どうしようもできなくない？電波ね、電波ね、嫌だよね、なんか、うん、まあ Wi-Fi つけててもそうだよね、不安定って
だったらあれだしって感じだよね。難しいところではありますね。難しいですね。なんかそういうなんか電波問題。こんばんは。電波があれば何でもできる。まあ確かにね、確かに。まあでもあれですよね、なんかその分なんかどこからでもあの配信っていうかさ、どこからでも話せるっていうのがいいところだよね。なんかその握手会だと、まあ実際に会えるけどさ、その会場までちゃんと行かなきゃいけないし、交通費とかもかかるし、まあそこがあれですよね。オンラインならかからないし、うん、気軽に話せるから、なんかそこはすごくいいよね。誰もありがとうございます。誰もありがとうね。うん、でサラサラで挑んだんですけど、ちょっと帰ってきてもジャバーってなって、もう結んじゃったって感じです。ポイって。そう、こんなボサボサじゃないですよ。なんか今日巻こうかなとも思ったんですけど、なんか服装的にストレートで下ろしてた方がいいなって思ったので、そうストレートにしました。次はね、巻こうかな。トプイエルネオさん、おめでとうございます。ありがとうございます。そう、私ね、言うの忘れたですけど、そう、トップイエルネオさん雑誌の取材させていただいて、そうそうなんですよ。ちかなとはるかと私で3人で取材を受けさせてもらって、そうそうそう、9月30日なので、よかったら皆さんゲットしてください。うん、いろいろね、結構喋りましたね。もういっぱい喋ったよ、本当にいっぱい喋ったし、なんか写真も撮っていただいて、なのでよかったらゲットしてください。恋3人。誰もハートありがとうございます。9月30日ですね、9月30日発売なので、楽しみにしていてください。乗るのも本当に全然ないから、話した本当になんか、まあ、今言っちゃうとあれだからあれだけど、ぜひぜひ見てくださいね。そう、言うタイミングを逃してて、ずっといつ言ったらいいんだろうって思ってたんですけど、今コメントで来たので言っちゃいました。はい、予約してきます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあいい感じの日にちですし、いいタイミングだね、今日今言って。来週発売です。内容はぜひ雑誌で見てください。誰もありがとうございます。そう、メンバーもメンバーだから、こう豊かにするみたいな感じ。
まとめ役え、でもなんだろう、はるかが結構すごいじゃないですか、お話が。それをまとめる、してるけど、なんだろうなんだろう、うんうん、しっかりしてるよ、ちかの。サナイは棚も作れるから最強棚ね、ここにあるんだけどさ、見えない。こんばんは、ワッフル。そう、棚ね、本当にすごくないですか。本当に今見えないけど、前配信で作ろうと思ったけど、まあ見事に最初でやめてしまって、まあずっとねそのまま置いてあったんですけど、なんか邪魔で、それが板の状態で置いてあったのがすっごい邪魔で、作って、そう頑張った、もう気合で作ろうって思って、板に名前を書いて、その何の板なのかっていうのを書いてやってって感じでできました。多分ね、配信で作ったら多分、そうなんだ、楽しみです。すごい、見よう見よう、みんなチャンネル登録してみましょう。15日の8時に生配信、生配信、おすごい。私は全然解説とかしてないんですけど、夜ご飯ね、さっき豆腐、もう時間なさすぎてとりあえず豆腐は食べました。今日お腹空いてます、まだ。あ、そう、冷ややっこ、とりあえず、あ、残ってたので豆腐のあれが、だからとりあえず食べて、でもあの何、冷凍してあるお肉とかもあるから大丈夫です、食料ありますもうでもね、ちゃんと自炊してるから食べてますよ。めっちゃめっちゃとか言っちゃあれだけどそう、あ、もう10時になっちゃった。ちょっとこの辺で今日は終わりにしたいと思います。ハローハロー。じゃあ、すごいなんかさ、下からの配信でごめんなさいなんだけど、また見に来てください。じゃあ今日ありがとうございました、おしゃべり会。また楽しみにしてます。ありがとうね、おやすみなさい、バイバーイ。